おはようございます。本日は、遠いところ、わざわざお集まりいただきましてありがとうございます。アクスアカデミー代表の阿部純一と申します。よろしくお願いします。共催のオーサムバディ株式会社工藤浩介さんより、ご挨拶いただきたいと思います。おはようございます。本日大会共催のオサムバディの工藤と申します。今大会参加していただいて本当にありがとうございます。宮城県だけじゃなくて栃木から岩手、いろんな県が参加してくれているので、ぜひ、楽しくやってもらうのもいいんですけど、交流面積お話ししたりして友達いっぱい作ってほしいなと思います。あと僕からのメッセージとして、他で自分の殻を破るプレー、普段大会ではできないような誰にするプレーをぜひやってほしいと思います。11日楽しく過ごしてください。よろしくお願いします。では、本日の展開試合進行についてご説明します。午前中に関しては、今本部クラブハウス前に、午前中行う練習試合の、進行予定を、置いてあります。練習試合だったりとか、トーナメントあるんですが、原則セルフジャッジになります。っていうのも、審判の判断ではなく自己主張、自己申告、そういったあたりの、テニス外のところのですね、能力も鍛えていきたいというところで考えておりますので、基本的にセルフジャッジで自分で判断、フェアプレーに努めるようによろしくお願いします。Thank you.
が、お母さんの
Thank you.
木下表情男子個人戦優勝、あなたは第1回総合戦や敗戦を見ることに、それに意味や気持ちで表情の実績をされなくて高められました。その栄誉を称え、これを称します。令和6年10月5日スカーカデミー代表の総合戦優勝の国会社区の公共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 
少女男子個人戦準優勝伊賀壮です。少女女子個人戦優勝、あなたは第1回東北ジュニアハイスクール卒業チャレンジ in 宮城で当初の成績を収められました、その栄誉をたたえこれを称します。令和6年10月2日福岡で日本の選手をあるときに久保さんの場合は主催者クロスを務めています。ありがとうございます。少女女子個人戦準優勝、宮城さん当選です。女子個人戦第3位伊賀壮君です。はい、じゃあ、
はい、いた、いた、はい、うまい棒でーす。手を高くしてあげます。いますね。5秒以内に出てこないと。5秒以内に出てこないと。あっ、重たい。ガラシー、18番ペア。重たい。もう一度食べ子動物。ポッキー2回かかる。これで出なかったら文句言うな。2回ぐらい。はい、ほら、表。お前何してんだよ。お前何してんだよ。41番。いない。5、4。あ、いるいる。はい、おめでとう。実力と運命。参加お待ちしております。